NHK 公式チャンネルがこの1週間を2分の動画にまとめて、それだけで完璧に内容が理解できてしまって、2分に収まる内容だったことに感動さえ覚えてしまったのであります。一晩で右側通行から左側通行はこの5月15日の返還の日ではなかったのですね。しかしビーチサンダルで東京へというのは当時としては清掃のようなものだったのでしょうか。信子が沖縄を離れる大切な場面なのに、そういうところに目が行くような構成にしなくてもよかったのではないかと思うのです。そういうところがこのドラマを面白くないと言わせてしまうのでしょうね。脚本、演出がしっかりしていれば感動のシーンだったのにね。さなえちゃんがいないなと思ったら先に東京に行ってるんだよね。と余計なことが気になってストーリーが入っていないなと実感します。とりあえず就職先も決まっていなくて上京するのはもはや朝ドラの定番なのかな。今回は誰にぶつかるのでしょうね。ルイの時みたいに良い人にぶつかるといいのですけどね。